ことはなかなか難しくなってきますんでね。アキンラデオのフェイント、12対12、今日も10分の6で 60% の決定率。アキンラデオ、石井のサーブはネットを越えません。13対12、長いサーブ、アキンラデオブロックアウト。今もあの相当深いところで通常でいくと結構返球が難しいんですけど、はい、まあ、石井選手もあのオーバーでね、まあ、よくあのあそこまで持っていったなっていうのはねありましたけれども、まあ、こういうところのねちょっとしたところなんですけれども、あのそれ手堅いなというのはありますね。ミハイロビッチ、ミハイロビッチ選手ももうなんとかこれを機にさあここから行こうよみたいな感じのねあのジェスチャーでねやってましたけどね。はい、井上琴恵が入ります。野本、琴恵が拾って戸江からの2段トス、野本が打っていきます。ワンタッチがありました。乱れても得点につなげてきます。そうですね、本当に、まあ、野本選手も、まあ、17年あの昨年ねジャパンにこう選出されてプレーする場面もあの多々ありましたけれども。そして琴恵のサービスエース、今日2本目のサービスエース、井上のところで取りました。これも井上のところ、田中美咲から田中瑞希、ちょっとトスがブレてますね。さあここはもう一度レフトに持っていきます。まあ、なかなかやっぱり JT もですねどうしてもあの2段にセッターが取っていても2段の形でのアウトサイドへのトスに、ね、なってますので、まあ、これはあの相当丁寧にやっぱりトスを上げてあのタッチアウトを取らせるという意図を持った、はい、あのトスとかにしていってあげないと、うん、なかなか大変ですね。ブロックフォローしたライトへ、トエがよく返した。さあこれは入っています。16対15、こういったプレーもしてくるんですね。そうですね、あの、まあ、高校の時もいいものを持ってましたけど、まあ、大学に入ってからですねあの、まあ、主軸としてやっぱり使われて決めていく場面も、ね、多々ありましたので、ミドルの責任でバックレフト行かなくていいからあそこミドルの責任任せて、で自分のやるべきことをしっかり明確にして、で全員がサボんないで最後まで最後まで、吉原監督自体もミドルの選手ですからミドルへの要求というのは大きいですよね。はい、大きいと思います。やっぱりあのミドルの選手ですね、まあ、あの吉原選手もあのスパイクショーをあの、まあ、それこそすごいアウトサイドヒッターがたくさんいる、外国人選手がいる中でやっぱりあの吉原選手がですね高い決定率を持ってあのミドルとしてあのまあ、ベストスパイカー賞というのを取ったことがありますので、やっぱりそういう経験を考えるとそういう時にチームが優勝しているとやっぱりそのミドルの働きの大切さというのも身をもってあの知っていることなので、まあ、そういったところが、ね、こうどんどんやっぱりチームの中にもっともっと浸透していくといいですね。さあそして久光製薬は琴を下げて栄を入れてきます。さっきちょっとあのレシーブ弾いたところであの、まあ、こうパチンコ玉みたいにあの画面にちょっと当たってしまったようですので、少し、うん、まあ、休憩もあるでしょうね。戸江からの2段トス、さあボールが返ってきます。栄から野本に持っていきます。
野本のサーブ、サーブで崩されて難しいトス、きっちり返して決めていきます。よく拾った井上、森谷が逃しません。目黒、田中美咲から田中瑞希、上がっています。決めていくのが新鍋です。そうですね、まあ、本数はね今のところそんなに多くないんですけれども、あの先ほどのような、まあフェイントをこう仕掛けたりですとか、今のようなこうタッチアウトもああいうのをやられるとですね、ブロッカーとしてはやっぱりイライラするんですよね。そういったところの、まあ、プレーができる、まあ、新鍋選手であったりとか、まあ、今あの久光製薬の方は、まあ、サーブの良さというのは先ほどから、まあ、お話ししているんですけれども、こぼれ球の処理、それがこうポロポロネット際で細かいボールがあってもそれをまあ拾ってで2本目につなぐ選手がまあ慌てないでですね、あの高いボールが必要であればハイセットをする、そこでまあ決められる人が単発でも決めていく、そのあたりでこうしっかり点をやっぱり重ねていってるんですよね、はい、目黒、田中美咲から奥村に持っていきました。奥村が決めます。まあ、これは一つこの2人があの得意とするコンビネーションですからね、かなりあのキャリアとしては大学の頃からのコンビですので、あの長いですからね、こういったものがねやっぱりあの出てくると、まあセッター自身もあの得意なコンビネーションとあのそうでないものっていうのがやっぱりセッター自身もありますので、まあ極力そういういいものが出せるようなところまでなんとかあの頑張って持っていくということが今あの流れを作る上では必要ですよね、はい。ここで2枚変えてきました。きついと山本が入っています。サービスエース、山本美沙、栄から石井、戸江が上げて石井が打っていきます。ミハイロビッチ拾っている、山本からミハイロビッチ、あミハイロビッチにも笑顔が出ました。そうですね、まあ、あの先ほどから変わってあの、まあ1セット目もそうでしたけれども、セッターの、ね、山本選手入ってきて、あの思い切りの良さがありますよね、はいはい、あのその点ではあのリズムを今作りやすいということでいくと、ちょっと山本選手の方が今そのリズムが、いい感じがしますよね、セッターとしてね。そして久光ブロックポイント19対19。しっかりあのブロック、特にあのサイドの選手ですね、あの基準になるところをきっちり取ってますよね。小畑、山本から速攻拾っています。田中瑞希が上げてきつい、これはショットアウトでしたかね。あ、そうですね、ギリギリね入ってるかと思いましたけど、はい、アキンダデをブロックアウト、ミハイロビッチとの対決なんですけどね。そうですね、まあ、あのブロックがねミハイロビッチ選手、まあ、的が大きい分だけあの狙いやすいというあのところはね あるかとは思うんですけれども、まあ、ここは2人ともね、はい、高いですからね、アメリカとセルビアのともに代表選手、
レフトへ。ここは石井が決めていきました。21対20。まあ、やはりあの、まあ、ラリーがこう続いていく中、あるいはあのファーストあのサイドアウトですね、あのそれを取る、多分ちょっと今まあデータの方見てないんですけれども、はい、あの1回目 の攻め、2回目の攻めで切ることができている数が多いのはやっぱりあの久光製薬の方なんですよね。で、JT の方はやっぱり2回3回と攻めないとあの点が取れないというところでいきますので、はい、やっぱりそこの消耗度はねちょっとあるかなという感じがしますよね。さあここでタイムアウト。このセットは序盤は JT がリードをしてファーストテクニカルタイムアウトを迎えました。ただこの終盤にかけて久光製薬もしっかりついてきて逆転を見せています。2点追いかける JT。 サーブは新鍋、山本からミハイロビッチ拾っています。石井が決める。やっぱりここで決められるっていうところでいきますと、まあ、あの両アウトサイド、石井選手、野本選手しっかりあのこういう形でね1本目とか2本目でやっぱりきっちり決めていってますからね、はい、おそらくあのアキンラデオ選手まで最後持っていくという必要がないんですよね、はい、これはしっかり打っていきましたミハイロビッチ。高江から石井のフェイント、奥村が上げてミハイロビッチ、このコースはアウトでした。セットポイント。ここはレフトへ決めていきます。田中美咲が戻ってきます。サーブから、そして目黒も戻ってきます。2枚替え、栄から野本つないでいます。返していく栄、そしてアキンラデオ、最後アキンラデオが決めて25対22。第2セットも久光製薬スプリングスが取っています。JT もいいところまではいっても久光製薬を追い詰められている印象がまだないですよね。そうですね、あの確かにまあ連続ポイントもあったりリードを奪われたりというあの久光製薬にとってそういう場面もあったんですが、はい、うん、あの流れをこう大きく乱すですとかそういったその脅威とまではやっぱり久光にとってはなってないんですよね、はい。JT としては何か変えないと第3セットも苦しいですよね。そうですね、あのそれはもう間違いなく、じゃあどこからかっていうことで言った時にですね、はい、まあ、あの1セット目ほどあのレセプションの返球は悪くなかったと思うんですけれども、はい、例えばチャンスがあった時の、2本目のつなぎ、
それをですね、まあ、セッターも含めてどのようにアタッカーに送り届けるか、であの単独単発の攻撃になっても、あの例えばタッチアウトを取らせる、あるいはコースを打たせる、難しければリバウンドを取って、そしてもう一度攻撃にし、あの持っていくというところの狙いですよね、はい、これをやっぱり明確にしていくことが大事かなというふうには思いますね。第1第2セットと久光製薬が取っています。逆に久光製薬で気になるところというのはあるんでしょうか。今の時点ではないですか。ないですね。まあ、平均的にどの攻撃者も特に両サイドですよね、もうそこで結局攻撃が十分に決まってしまっているので、それ以上じゃあ今何を使わないとサイドが苦しくなるということは今のところないんですよね。まあ、欲を言えばやっぱり、キンラジオ選手なんかはこう回っていく攻撃というものが多かったりするんですけれども、はい、そういう中で、どうこうね、守屋選手も結構ねいいものも何度か何本か攻撃はあったので、そのあたりもう少し本数を増やしてもいいのかなというふうには思ったりもしますけども、その前にも決まっちゃってると ね、それ以上攻撃のやりようがないので。さあ、それではコートサイドのリポーターに話を聞きましょう。西村さん。はい、JT のミハイロビッチ選手なんですが、やはりですね、ここまで両チーム通じても一番の打数になっていますよね。疲れも溜まってきてるかと思うんですけれども、とにかくこうムードを盛り上げようとチームメイトに声をかける姿も見られました。以上です。どうしてもこのミハイロビッチにボールが集まるという中で、他の攻撃者で見るとどうですか。そうですね、両サイドをもう少しテンポでうまく使ってやって、もう少しこうタッチアウトとかですね、はい、そういうものをこう取らせてあげる。で、今のところ、流れがうまくいかないチームにありがちなのはやっぱりミドルがどうしても使い切れないというところがありますので、もう今打ってる印象から言うと、ほとんどミハイロビッチ選手が一人で全部打ってるような、はい、前衛も後衛もという印象がありますので、やっぱりその印象をやっぱり薄めていく、他の選手の使い方とか他の選手のこう決定率を上げていくっていうことが大事ですよね。久光製薬は第3セット、栄がスタートから入っています。栄のトスから石井ブロック、2段トス、ここは間に合いませんが、ここは準備ができていませんでした。2対0。奥村のサーブ、サーブで崩して二段トスを決めていきます。新鍋です。今もね、ライトのアウトサイドの選手がこう上がってきた二段トスをやっぱり打つっていうのはこれ結構難しい、しかも前にはミハイロビッチ選手がいますから、やっぱりああいうものがねこう決められる久光というのは攻めのね良さっていうのがありますよね。ここで一本使ってきましたが上がっています。これ決めたいですね、はい、ミハイロビッチ拾ってくる。難しいトスになるが、ここもつないでいくが、ここは間に合いません。田中美咲のサーブ、アキンラではなんだか空中で止まっているかのような、ちょっと今一瞬ね、もう、はい、ボールが落ちてもまだ浮いてたような感じの、そういうスパイクでしたけれどもね。レフトへ目黒が打っていきます。レシーブ入っている石、ブロックフォローして野本、ここもつないでいく、こういうところのつなぎなんですよね。はい、ミハイロビッチ、ミハイロビッチ選手の本当に気合の入ったスパイクがありましたけれども、はい、先ほどやっぱりね久光、最後決められませんでしたが、ああいったネット際の
細かいボールのつなぎですよね。なんとかやっぱりいいトスまで持っていこうということが、全員のやっぱり意識が高いと思うんですよね。栄から野本でいった。4対3。いや今のはいいスパイクでしたね。ネットギリギリだったんですけども、はい、これを手首を効かしてちょっと体をですねやっぱりひねって打っていったというところでは下手するところでタッチネットなんかねいっちゃったりするんですけども、今のはいい打ち方でしたね。小畑、田中美咲から田中瑞希、手を伸ばしてつないでいきます。これはワンタッチはありませんでした。ちょっと手に当たらなかった感じでした。はい、はい、5対3。芥川のサーブです。栄からフェイント、ミハイロビッチ、気合は入ってますよね。そうですね、まあこんなにこう使っちゃってちょっと、はい、もしこれがやっぱりフルセットになることがあるとすれば、やっぱり持たないですよね、うんうん、それでもやっぱり気持ちでねこう決めていこうというのはあると思うんですけれども、もう今のところはやっぱりもう枚数が久光製薬の方はまあ余裕でやっぱり3枚半、はい、攻撃者がやっぱり、ね、いますんで、ちょっと JT はやっぱりもう一人、せめてもう一人が欲しいところですよね。レフトへ、ここも拾ってつないできます。野本ブロックアウト。どうしても例えば、JT の田中瑞希選手ですとか、はい、とてもいいものを持っているんですけれども、テンポの中でやっぱり使ってやらないと、今みたいな2段がやっぱり多くなってしまうと、なんとかプレーをつなげていくだけになってしまいますんでね。ここもブロックにかかります。レフトへ、野本がうまく決めていく。この辺りなんですよね。はい、やっぱりラリーに持ち込んだ時にラリーを制する確率がもう久光の方が圧倒的にやっぱり高いんですよね。はい、栄のサーブ、奥村ブロック。どうしても今 JT のミドル使ってはいるんですが通らないですね。そうですね、やっぱりこれまで、レセプションがなかなか返らなかった中で使えなかった、だから使えるようなレセプションが返ってきた時に使うということでは、これはやっぱりブロックは読みますよね。なるほど。栄からここも野本が決めます。野本は今日は35分の15、45% 近い決定率を上げています。アウトサイドがこれだけの決定率があれば、上がってくる本数の多さを考えればですね、やっぱりこういうふうに決めているというのはいい数字だと思います。この通過点だから決めていこう、ね、さあ取るとこしっかり取っていくよ。あとちょっとしたタッチボールとかもしっかり反応するようにして、ね、声かけていこう、ね、つなぎいいからな、いいとつはしっかり勝負していくよ。はい、頑張ろう。久光製薬の酒井監督もファイナル6の戦いを見据えてもう準備に入っていると。やはり攻撃面を時間をかけてチェック、1本目のパスの正確さ、そのあたりを今週に向けて詰めてきたという話をしていました。そうですね、やっぱり、レセプションも含めて のパスのこう正確さというのはやはり今周囲を、ね、ずっと無敗でキープしているだけあるなという印象は強いですね。また選手を変えながらで勝っていきますもんね。はい、そのあたりね、はい、選手層の厚さということも言えると思いますし、誰が入ってきてもそこのクオリティは落ちないという、はい、全員がやっぱり同じ意識レベルにある、あるいはそこにこう持っていってるというところでは、周囲もうなずけるなという感じがしますね。ただそこに突破口をなんとか見出したいのが JT。8対7、せめて今ぐらいの流れの中で使ってあげたいですね。栄から新鍋つないで、ここは返していきます。戸栄、栄からバックフェイント、
バックアタック。アウトになります。9対7。まあ、久光製薬もですね、そのまあ1本目のパスの正確さ、まあ、それはあのディグも含めてというところだと思うんですけれども、はい、リベロの戸江選手ですね、あのいい働きしてると思います。あのフォローも入ってますしね。ニラントス。そうですね、こういうパスの戻し方ですね、うん、ちょっとまあ切りすぎましたけれども、はい、まあ、どうしてもちょっと久光製薬 の、 1本目のパスとか守備の話になってしまうんですけれども、相手のフェイントをかけられても速い足の動きでちゃんと最後まで運んで持ってってるんですよね、ですからまずやっぱり1本目なくして2本目3本目はありませんので、そのあたり の、ね、ことをしっかり分かってのことだと思います。今やっとねサーブポイントも、そうですね、はい、出ましたし、なんとかね、まあ、今9球のタイですから、ここからなんとか3連続得点ぐらいまで、それもいいオフェンスでね持ってきたいですね、さあこれはしっかり拾って、あ、これが決まります。2段ですけど決めてきますね。そうですね、まあ、特に石井選手何本かこういった2段が上がってきたんですけれども、まあ、こういうものをやっぱり打って決められるっていうのがね強みですよね。はい、モリアのサーブ、セッター動かされます。ミハイロビッチ、攻撃者もね、いいトスが上がってきたらそれはもう決めるのが仕事ですから、まあ、それはもう当たり前のことで、いかにその苦しいトスを苦しい時にこう決められるかっていうところがアタッカーのね進化がやっぱり問われますんでね。はい、ここもベストではなかったんですが、キンラデオがポイントを重ねてきます。まあ、やはりどんな状況であっ も、 もうフルパワーで、はい、やっぱりこう入っていくっていう、そこら辺がね、まあ、外国人 の、 特に、こういった、まあ、ブロード攻撃をする、ね、選手がそうやって入ってきてくれるとセッターも安心してあげられるんですよね。ライトへ芥川、トエが拾っている。あ、キンラデオ、みんなでは絶対に走ってくれてるなというような感じありますよね。そうですね、まあ、特に、まあ、アメリカの選手だけに限らずだと思うんですけれども、はい、どんな状況であったとしてもやっぱり入ることをやめないというようにやっぱり言われて育ってきてるんですよね、なるほど、私の時なんかもそうだったんですけど、はい、ですからセッターが苦しい状況ではあるけれども、そこに飛んでくれていれば、はい、もしかしたら持っていけるかもしれない、うん、ですからやっぱり攻撃者は入ることをやめないということですよね、そして今度はレフトに振って石井が決めました。久光製薬の3連続ポイント、これもね中からちょっとこう外に流れていく形でしたけれども、こういう時やっぱりサイドのブロッカーというのはちょっと基準が取りにくいんですよね、自分もこう体が流れてしまう傾向にありますので、アタッカーが勝負できるとして上げてやって、でアタッカー陣しっかり呼んで開いて打って準備しとかないと打てないよ、で喋って水木もっと喋って自分から吉原監督はでもこうやって試合の中でも育てていっているんだなというような印象もありますよね。そうですね、やっぱりもちろんこう出来上がった選手駒を揃えて戦うというのもそうですけれども、長期戦うためには選手層を厚くしなければいけないというのはよく分かっていると思うんですよね、はい、ですから我慢してこう使わなければいけないという試合というのもたくさんありますよね、返していきますがアウトになりました、まあ、おそらくそのあたり JT のですね、攻撃者ミハイロビッチ選手を除く他の攻撃者の呼び込み方、はい、それから田中美咲選手へ の、 そのアタッカーが勝負できるトスを上げてっていう、もうそれはもう本当にセッターとしての一番大事な、ね、役割ですからね。ただここではキンラデオがミハイロビッチを止めました。ああ、この顔まで出るものすごいですね。はい、そうですね、アキナデオ選手もそうですけどやっぱりねサボらないんですね、はいはい、栄選手からここは左に持っていきました、まあ、こういうボールやっぱり拾っていくんですよね、はい、
リバウンドうまく取って今度はアキンナデオにフェイント。 JT 丁寧に行きたい。そのまま打ちに行った。15対11。さすがにでもまあフルパワーで打ってますんで、そろそろちょっと疲れてきてるかなという感じですね。打数も52まで増えました。あの3セットまだ終わってない時点でこれだけの打数っていうのはかなりきついと思います、はい、ちょっとね肩で息をしてる感じがありますよね。そしてこういうボールも拾わないといけない。だから開きが遅くなってますよね、はい、ここは目黒が決めていきます。3点を追う JT。 アキンラデオしっかり溜めて打っていく。あのコンビネーションもですね、全てその特に、まあ、レセプションが少しこう乱れた時にあの完璧なタイミングっていうのはなかなか訪れないんですね、はい、そういう中で自分のこう入り方あるいは入る距離を調整したりですとか、そういった調整能力がですねこのサイズでアキナデオ選手というのはやっぱりものすごくうまいんですよね、今日は19分の14、73.7% の決定率ですね。もうあの申し分ないですね、はいはい、さあ JT としてはなんとかしたい。1レグでは2セット、2レグでは1セット取りましたが、あ川北監督も明日に向けて見に来てる残ってますね。そうですね、まあね、どうしてもやっぱりその今のチーム状況から考えたときにちょっと苦しい戦いに、まあ、それを強いられる、まあ、盤石な、まあ、久光製薬に対してですね、はい、まあ、そういったところはあると思うんですが、もうそこは思い切ってねやっぱり戦いを挑んでいくという以外にないと思いますんでね、そこ田川がやっと今日2本目が決まりました。8分の2、はい、3セットもうすでに入っている中でまだ2本というところでいきますと、うん、もうちょっと真ん中の働きをね、うん、あのレセプションが乱れた中でもうちょっと頑張るというのが必要になりますね、はい、栄からの2段を野本が打っていきます。小畑が上げるレフトへ。田中瑞希しっかり新鍋のレシーブ、こちらも拾ってきます、うん、ここはうまくいかなかった。少しバタバタしているがミハイロビッチを拾うとへ。野本ブロックフォロー、なかなかラリーを取ることができません JT。 そうですね、なんだろう、ちょっとずつちょっとずつあのラリーが長引けば長引くほど、はい、崩し方をよく分かってるんですよね、サミスの方はね。井上をレシーバーで入れています。芥川両ミドルが北川が9分の3、奥村が11分の3という今日の JT です。押し合いうまく拾って戸江からの2段トス、田中美咲ライトに持っていった。目黒です。内定選手ですけど目黒のプレーはいかがですか。そうですね、やはり、まあ、なんて言うんでしょうね、思い切ってねあのプレーをしていいと思います、はい、やっぱり大学もトップレベルとは言ってもそこでプレーした選手とは言っても実業団の、まあ、社会人の、ね、チームとのやっぱり1年2年の差っていうのはやっぱり大きいので、はい、ただそういう中でやっぱり一生懸命やっぱりこうやってプレーをしているというところではいいと思います。思い切って打ちに行ったねスパイクも結構ありますしね、はい、
野本が決めて久光18点。ここも目黒で行きました。まあ、本人も背が低くてもできるんだよっていうところと、あとは元気の良さを見てほしいという話もしていました。はい、まあ、もちろんね、ネットのある話ですから、身長が大きいに越したことはないんですけれども、はい、そういう選手ばっかりでもしょうがないんですよね。やっぱりその中でも本当にいぶし銀のね、プレーがこう光る、そういったこういやらしさとかね、そういうものをこう持った、そういうテクニカル、テクニックが非常にね、いい選手っていうのは見てて楽しいですからね。新鍋が決めていきます。久光製薬サイドの選手では日本人トップの決定率、新鍋梨沙。今日もね、本数は決して多くないんですけれども、上がってきたものはもうほぼ確実にね、決めてってますので、はい、JT は2枚替えで山本と吉井が入っている状態。さあチャンス、山本から吉井、スパイク決まったんですけれども、まあ、注文をつけるとしたら、はい、1本目田中瑞希選手がライト側で取りましたね。でこれがやっぱりちょっと離れたんですよね。こういったボールをもうドンピシャでやっぱり決めて、そして、守備から始まる攻撃のリズムというものをやっぱり JT は作っていく必要があるかなというふうには思いますね。ミハイロビッチが拾う、山本から田中瑞希のバックアタック、東映が反応しています。石井が打っていく。やはりこのラリーになっても久光が制します。20点目。まあね、本当にラリーの支配率はもうご覧になっている皆さんも、はい、わざわざスタッツを見なくてでもですね、そういう印象っていうのはね、強いんじゃないかと思いますね。 JT が2度目のタイムアウトを取りました。第3セット、まあ、今1本で決まると思わないで、まあ、それはまあフォローをつこうねということではあるんですよね、はい、なんですけれども、それは頭に入れつつ、今の JT はやっぱり1本目か2本目で決めないとダメなんですよね、はい、それもミハイロビッチ選手以外の選手でやっぱりもっとこう決めていく、それができてきたらもう全然違うと思うんですけどね。前が3枚の JT、ハイロビッチ、そしてブロックにかかります。もうこれはやっぱりもう待ってますよね。それはもうこの状況になったら来るだろうということはもう十分に予想してますから、はい、少し中に、ね、入りましたけれども、新鍋選手今ライト軸のね、はい、取り方、基準の取り方が良かったですね。ほとんど動かなかったですね、ここは1本ミドルを使うがブロック、久光にブロック。はい、もうね、山本選手も頑張ってるんだけど、はい、レフトがブロックにかかったから今度はミドルって言うと、もそこも読んで待っている、はい、金田涼選手が真ん中にいるって言ったら、これはなかなかちょっと厳しいマッチアップですよね。まあ、でもこれも経験ですね。そうですね、ミハイロビッチ、ここも拾ってくる久光製薬。山本、ミハイロビッチ少し嫌がったか、アウトになります。やっぱりどうしてもこういう流れになるんですね。1本目ブロックにかかる、そして2本目はそこを使ってみよう、これもブロックかかる、そして3本目もう一度エースに戻すと決めに行こうと力むあまりミスになるっていう、これがやっぱり3連続の失点の、ね、原因になっちゃうんですよね。ブロック、さあただフォローして何度もつないでいきたい。石井が拾ってくる、ミハイロビッチ、今のラリーの中でも3連続でミハイロビッチに上がります。もうこれだけの打数っていうのは普通フルセットの打数なんですよね、はい、61本ですかはい、そうですね、はい、レフトへ
さあレフト上がってこれ落ちているという判定。ちょっとやっぱり疲れてますよね。栄から石インナーに打っていきます。久光役はやはり全選手がキレを保ててますよね。そうですね、やはりあの特定の選手に大きな負担がかかっているという形ではないオフェンス、はい、まあ、あのいい形で分配されているということなんですよね。さあマッチポイント久光製薬、レフトへミハイロビッチ持っていきます。栄から石井が打っていったがこれはアウトです。24対20。田中美咲が戻ってきます。そして山本に変えて目黒、二枚替えを戻しました。さあマッチポイントを許している JT。 栄から石井をブロック、これ止めましたね。そうですね、あのもうなんとかね、やっぱりここはあのさっきからやっぱりまあ石井選手ね、あのちょっとまあミスもありましたけども、はい、それは結構まあ無理な体勢からのミスだったんでね、やっぱりなんとかいい時に1本止めたかったっていうのはあったと思います。芥川のブロックポイント、さあサーブで崩した、チャンスボールになります。 JT 目黒、田中美咲からミハイロビッチ拾ってくる、アキンラデボ、最後は決めてきます。アキンラデボ、第3セット25対21、盤石の強さ、久光製薬18連勝です。今年に入って3試合ともストレートで久光は勝っていますけれども、隙がなくなってきましたね。そうですね、あの、まあ、レセプションよし、それから、まあ、ブロックもあのだんだん後半になるに従ってもっと良くなってくる、はい、そうすると、まあ、攻撃者もなかなか、ね、相手チームは抜くのが難しくなってくるというのはありますけど、抜けてきたボールを、まあ、よく拾ってますよね、はい、あの強打、まあ、新鍋選手、それから、まあ、野本選手も、ね、バックであの非常にいいレシーブありましたし、まあ、リベロの、ね、戸江選手しかり、あのそういったあの1本目の、まあ、ディグの良さも、ね、あのありましたし、まあ、今の状況、今日のような戦いぶりを見ていると、まあ、資格はないかなという感じはしますよね、はい、さあこの後準備ができ次第勝利者インタビューというところです。あ、ハイタッチの中には長岡選手の姿もありました。長岡選手もどうやらあのブロックなどの練習にも参加しだして、ちょっとずつコートに入ってきてるみたいですね、はい、そうですね、あの本当にあの貴重なやっぱり選手ですからね、あのおそらく彼女の状況でいくと本当に一番怖いのはもう怪我ということですから、はい、まあ、一日も、ね、早くあの、まあ、焦らずにですね、あのやっぱりコートへのこう復帰をあの果たしてほしいなと、あの楽しみに待ってます、はい、この後準備ができ次第久光製薬の勝利者インタビューというところです。まあ、ただ長岡もまだ怪我で離脱、今ちょっと、岩坂もちょっと親指の怪我が心配されるという中で、はい、ただそれをしっかりカバーできる久光製薬のメンバーというところ。さあ田中美咲選手も今日も山本選手と、ね、変わりながらというところではありましたけれども、はい、そうですね、まあ、田中選手は、まあ、1年間は見ていただけにちょっと、ね、分かるものも、まあ、あるんですけれども。